津軽弁について調べてるんですよ。はいはい。津軽弁喋るよ、俺は。弘前生まれだから津軽弁大好き。弘前の生まれだったんですか。はい、そう。そして青森に読み子さきしたの。あ、そうですか。挨拶代わりのキュートな津軽弁。ちなみに青森市と弘前だとどっちがその津軽弁が。弘前ですね。こっちの人はそんなにあまり津軽弁しゃべね。あ、そこで津軽第二の都市弘前市に移動し、魚屋さんレディの津軽弁をヒアリング。津軽弁の特集してまして、普段やっぱ津軽弁じゃないですか。まあそんでねば通じねはねな、はい、そんでねばお客さんが通じねはんで津軽弁しゃべるの。だって平均標準しゃべればさ、はい、お客さんがしゃべれるもん。何しゃべってんのかって、はいはいはい、確かに青森市よりかなりハードな津軽弁。一番津軽弁が強い場所ってどこなのかなって探してまして。ここでねは弘前は城あるもの。城じゃないですか。ここでねさ、だってマジのこと。いい近くだもん。弘前だけめごいもんだって喋り方。ね、かわいい。うん、まだめごいって顔もかわいいけど。弘前はまだまだめごいようだ。そこで改めて地図を見直すと、ちょっと気になるエリアが。都市部から離れた北端の漁師町なら訛も強いに違いない。ということで弘前市から車でおよそ2時間、津軽地方最北の地、外ヶ浜町へ。ここはあの石川さゆりの名曲津軽海峡冬景色にも歌われた龍飛岬のある小さな漁師町。果たして最北端の津軽弁は。この辺もやっぱ津軽弁ですか。津軽弁です。バリ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 こういう感じだな。あ、そうです、混ざってるねんがな、はい、津軽弁と標準語と、はい、はい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 、たくさん混ざってるねんが。あ、混ざってる。普段津軽弁でお話しされるんですよね。こういう感じで喋ってます。あ、こういう感じで、うん、でも分かりますね、僕も。本当、うん、北の方に行けばより津軽弁が濃くなるのかなと思って。逆だよ。逆ですか。ここはさ、うん、あのあれが青函トンネルで工事で、あの全国的に人入って、あの子供たちも結構多くて、子供たちが子供だからこういうの、ね、言葉良くなったの。標準語になった。結構入ってきてんだ。そうそうそう。その時ね、なんと青函トンネルの工事をきっかけに北端の津軽弁はマイルドになっていた。ならば津軽弁の本当の聖地は一体どこなんだ。すると聖地に関する気になる情報が。津軽弁の聖地探してるんですよ。私たちは金城の方だと思う。うん、金城。あっちの方が雪吹けはんね。ああ、早ぐさん見ねえ前にはんね。だと思うんだけど。寒いから早ぐ言葉を交わして帰りたいから津軽弁で喋るってんでしょ。うん、ああ、それがあれが入ってんだね。あなたの持論なんでしょ。そこで調べてみると、金城町は津軽半島の中南部に位置する立ちねぷたで知られる五所川原市にある町らしい。ということで、ここはお兄さんの持論を信じ、一路金城町を擁する五所川原市へ。津軽弁の聖地を探せってコーナーで来てるんですけど。五所川原町。ここだと思う。はい、あ、ここですか。五所川原の中でもなんか一番すごいとこありませんか。金城。これはいよいよ聖地の匂いがしてきたぞ。ということで翌日、県民が噂する金城町を目指し、辺り一面田んぼが広がるカントリーロードをひたすら突き進むと、突如前方にあった金城町の看板を発見。ここ金城町は人口およそ8600人の小さな町ながら、吉幾三さんだけでなく、なんと日本を代表する文豪太宰治をも輩出した地だという。果たしてここが本当に津軽弁の聖地なのか。いざ金城町巡礼。すると、
窓を開けてこちらを伺う金木マダムを発見。県民賞って番組で。県民賞。なんで出てきてくれたんですか。だってごめんなさい、ここパイパイパイって与えてるんだよ。パイ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 って。ちょっと津軽弁聞きに来たんで。そんなのベイチのネクスタート。ここに座ってもらっていいですか。じゃあ真央ちゃんでいいね。真央ちゃんでいいね。これまでとは明らかにレベルが違う。僕らの番組こういう人がやってるんですよ。そう夫に入ったべこっちも、はい、入ったよこれ。入った、うん、テレビでにばあいでねえだね。テレビでにばあですあですとねえだって。もうマドリッドはすぐ3分になるんだよね。マデネクはすぐ3分になるね。いきなり超難解な金木マダムに遭遇。そこでよりナチュラルな津軽弁を聞くため、町の至る所に定点カメラを設置し、金木の津軽弁トークをモニタリング。居酒屋にいた金木レディーたちは、難解すぎて我々には全く理解不能。そこで後日、東京都内にある青森料理屋さんへ伺い、五所川原市出身の佐々木さん姉妹に共通語に訳していただいた。やはり金木は別格らしい。標準語で言うと どういう？あの昔、いつも私の家に遊びに来たでしょ。はいはい、こっちの人が見えるぐらいの距離の家でしょ、うん、すぐ近いでしょってこと。そういうことですか。ではテロップを入れてもう一度。あの何もかそうのおしゃれの青木さんな、マイジムさんね、あのな、あのもう何秒だよ、何秒だよ。たあいもない会話だった。続いて金木にあるこちらの温泉施設の休憩室にいた金木シニアたちは、カドさん行くと思っちゃうと下町さずさずも伸ばしてまじめね、それともないな。一つ言えば二つはシニア、ここさおいでりろな。走ってきたと思ったけど、もっと来てここさおいでりろ。あららら、そろな。我々にわかるのは楽しそうだということだけ。再び佐々木姉妹にヘルプ。加藤さんが財布忘れてきちゃってるから、うん、1個動いて1個忘れてみたいな感じで、ここに今出したのにもかかわらずこの財布を忘れる。ああ私もそうよってっていう感じ。改めて見てみると、カドさん行くと思っちゃうと、下鉢さずさずも伸ばしてる。真面目ね、それともないな。一つ言えば二つはしねや。ここさおいでりろな。走ってきたと思ったけど、ここさおいでりろ。ここさおいでりろ。あららら、そろな。さらに、先ほどの金木の居酒屋さんの別のテーブルに、はるばる鹿児島から金木へ嫁いできたというママさんを発見。花木に来てちょっと苦労したなってなんか思い出ありますか。わかんないので喋ってること、とりあえずニコニコしてるんですけど、はいはい、なんか笑っちゃいけないところでもって笑ってれば、そこちょっと笑うところじゃないですか。今だから言えるけど、なんてところに来たんだろう。しかし一体なぜ金木町周辺には特に強い津軽弁が根付いたのか。津軽弁の著書を多数執筆する方言研究家の方に話を伺った。津軽弁の強いのはやはり
津軽平野にある集落で、特に金木はまあずっと内陸ですんごく雪の多いところですから、はいはい、冬になって吹雪が来ると閉じ込められてしまいますね。陸の孤島ですね。ですからいつも同じ人たちと会話をしてますので、はい、だんだん言葉の言葉の間に丁寧語とかそういうのを外して簡単な会話だけで気持ちが通じ合うというので、そこの独特の言葉ができるわけですね。ですから金木はまあ津軽弁でも強烈な言葉があの辺ではもう残ったんでしょうね。ということで、青森県五所川原市金木町を津軽弁の県民聖地に認定。金木の津軽弁の猛者に盾を贈呈すべく猛者ぞろいだという金木シニアたちが大集結するグラウンドゴルフの玉納め会にお邪魔。津軽弁の聖地を探そうって比較できてるんですよ。津軽弁が一番すごいとこどこですかってずっと聞いてたら金木だよって言ってた。わからねえこれね、自分勉強なんて来たね。ということで会長に盾を贈呈。津軽弁の聖地に認定します。おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ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 。喜んでいただけているようで何よりです。県民聖地巡礼津軽弁の聖地は青森県金木町。